とは、ウェイティングポイントので相手の背中を通って膨らみながら裏抜けするとゴールに背を向けずに裏抜けできるとありましたが、ハーランドような選手を見ると裏抜ける前のランニングの角度を浅くしたい、裏抜けた後に膨らんだりしてゴールに、へそ向けてる感じがしたのですが、どうでしょうか。背中通った時にそうなってる時ありますよね。サイドバックとセンターバックの間とか。なんだけど、サイドバックとセンターバックの間が開いてるときに、またセンターバックもさ、こう抜けるとついてくるよ。で、ハーランドぐらい勢いつけたり、あとはデブライネぐらいこの点で合わせるんなら、その抜け方よかったり、あとセンターゲート、センターバックとセンターバックの間抜けてってっていうんだったら、そうこうなってこうでもうまくいくときあるけど、基本的にはこう、膨らんだ方がさ、こう、どのタイミングだったとしてもボール来たときにこうなる。こういって、こう先にこういって、引き離した後にっていうのは、この瞬間にオフサイドにならないように抜けてって、あとボール出た後に追いついてこうだから、ハーランドぐらいスピードないと後ろからついてこられても前向けないってあるから、まあ、そういうことです。いろいろみんなで、追いながらいろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカーの戦術的なこととかいろいろね、深いところ知りたい人は、コメント欄とか概要欄からレオザ学園入学して一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。